皆さん、こんにちは。このビデオは、日本語能力試験 N5 練習問題、文字語彙のナンバー2です。じゃあ、始めましょう。問題1、河川の言葉は、ひらがなでどう書きますか？ 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。考える時間は10秒です。じゃあ、始めてください。1番。答えは3番、木曜日。明日は木曜日です。明日は木曜日です。答えは2番、4月。誕生日は4月3日です。誕生日は4月3日です。答えは4番、青い。青い靴を買いました。青い靴を買いました。答えは1番、海、オーシャン、シー。海と山とどちらが好きですか？海と山とどちらが好きですか？答えは3番、10人。教室に学生が10人います。教室に学生が10人います。答えは2番、雪。昨日、雪が降りました。昨日、雪が降りました。問題に、河川の言葉はどう書きますか？ 1、2、3、4から一番いいものを一つ選んでください。考える時間は10秒です。答えは4番です。4番、天気。いい天気ですね。いい天気ですね。答えは3番、ワイシャツ。あのワイシャツをください。ワイシャツ、ワイシャツはショート、はドレスショート。普通は usually ビジネススーツと一緒に着ます。ここが Y の形をしています。アルファベットの Y の形、シェイプをしています。ですから、ワイシャツと言います。あのワイシャツをください。
1番はワイシャシ、2番はウイシャシ、3番ワイシャツ、4番ウイシャツ。ですから3番ワイシャツが正しいです。正しい、コレクト。買い物の漢字は2番。2番が正しいです。2番、買い物。デパートへ買い物に行きました。デパートへ買い物に行きました。姉。姉の漢字は4番です。4番が正しいです。答えは4番です。姉と同じ、セイム、服を買いました。姉と同じ服を買いました。姉、妹、弟、兄、姉。答えは4番です。来月、日本へ行きます。来月、日本へ行きます。問題3。カッコに何が入りますか ?1、2、3、4 から一番いいものを一つ選んでください。考える時間は15秒です。答えは4番。前に、クリスマスの前に。プレゼントを買います。クリスマスの前に、before Christmas。クリスマスの前にプレゼントを買います。答えは4番。並べて。テーブルに箸とお皿を並べてください。テーブルに何々を並べる。Set the table or put something on the table. テーブルに箸とお皿を並べてください。テーブルに箸とお皿を並べてください。答えは2番、木曜日。今日は today 火曜日ですから、火曜日、Tuesday。 あさって、the day after tomorrow。 あさっては木曜日です。今日は火曜日です。明日は水曜日です。あさっては木曜日です。今日は火曜日ですから、あさっては木曜日です。答えは1番、台所。母は台所で料理をしています。台所、キッチン。玄関、エントランスホール。台所、
お手洗い、階段、玄関。母は台所で、in the kitchen、料理をしています。料理、cooking。答えは4番ニュース。テレビで地震のニュースを見ました。地震 earthquake。 テレビで地震のニュースを見ました。1番はスプーン、2番はジュース、3番はビール、4番はニュース。テレビで地震のニュースを見ました。答えは2番、不便。私の家は駅から遠いですから不便です。不便、inconvenient。便利、convenient。上手、good at。下手、bad at。私の家は駅から遠いです。ですから不便です。inconvenient です。私の家は駅から遠いですから不便です。問題4。河川の文とセンテンス。大体、almost。同じ意味。same meaning。同じ意味の文があります。1,2,3,4 から一番いいものを一つ選んでください。考える時間は20秒です。You have 20 seconds. 答えは1番です。よく写真を撮ります。よく often 写真を撮ります。Take photos。私の趣味はカメラです。My hobby is camera. It means I often take photos. 私の趣味はカメラです。私はよく写真を撮ります。答えは4番です。4番、ハンさんは森さんにペンを借りました。森さんはハンさんにペンを貸しました。貸します、lend。借ります、borrow。森さんはハンさんにペンを貸しました。Mr. Mori lent a pen to Miss Han。ハンさんは森さんにペンを借りました。Miss Han borrowed a pen from Mr. Mori. So, 森さんはハンさんにペンを貸しました。ハンさんは森さんにペンを借りました。今日はここまでです。お疲れ様でした。